明るい日の元花倉計画じゃ。あの声、あの姿、まさか調整のところを出て行った後藤の又兵衛か。さーてね、どうですかね。やっぱり又兵衛、又兵衛じゃないか。あのさ、気安く名前呼ばないでくれます。あんたの部下バラしちゃうよ。何勝手にやられてんの。ねえ、又兵衛、こいつは一体何の冗談だ。冗談？冗談か。冗談だといいけどね。わかってんぞ、又兵衛。お前さん、調整に会いに来てくれたんだろ。あ、まったく、素直じゃないところは全然変わってないな。おいおいおい、何分かった気になってんだ。お前、もうバラす、絶対バラす。いやはや、お前さんが黒田軍に戻ってきてくれるとは、調整ついてる。誰が戻るか知らないくらい、ついてんのはみっともねえ手枷だろうが。っていうかさ、手枷いつまでつけてんだ。勘にまだ取り返してない。お前さんついてるよ。一気にぶっ倒すぞ。ねえ、取り返す？な、お前さん、ひょっとして鍵のありかを知っているのか？はあ？何言ってんのお前。その枷つけたの大谷さんだろうが。アホかな。うぜんだよお前はさ。本気の出し方思い出しちゃうぞ。